徳川吉宗は暗殺により将軍になった。6名の重要人物が相次いで消える。皆さんこんにちは。皆さんは徳川吉宗と聞くとどのようなイメージをお持ちでしょうか。元役により幕府の財政を立て直し、目安箱などを設置し、庶民にも耳を傾けた名君という有能かつ優しいお殿様というイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。または悪人をバッタバッタと切り倒す暴れん坊将軍を思い出される方も多いかと思います。しかし将軍就任までの間に次々とライバルが亡くなったため、棚ぼた式に紀州藩主そして将軍になったということは知られていません。また当時から吉宗は暗殺を多用して将軍になったというとんでもない黒い噂がありました。というのも吉宗が江戸幕府の8代将軍に就任する前に立て続けに6名もの重要人物が亡くなっていたのです。その6名とは、徳川光貞、徳川綱紀、徳川頼元、徳川家信、徳川家継、徳川義道です。無論この中には単純に寿命だろうと思われる人物もいますが、一方でもしかしたら暗殺されたのかもしれないと思われる人物もいます。はじめに断っておきますが、この説には何ら証拠もありません。あくまで歴史における一つの説として楽しんでいただければと思います。今回は暗殺疑惑がある徳川吉宗の人生について見ていきたいと思います。徳川吉宗は紀州徳川家の四男として生まれる。兄が三人もいるため、継承権は低い。1684年10月21日、紀州藩主徳川光貞の末男として城下の吹上邸に生まれました。生まれた時の徳川吉宗は四男であり、継承権は低い状態でした。次兄次郎吉が病死した後は名を新之助と改め、江戸の紀州藩邸に移り住みました。幼い頃は手に負えないほどの暴れん坊だったと言われています。1705年に長男である藩主綱紀が死去しました。綱紀は健康であったにもかかわらず39歳の若さで突然亡くなってしまったのです。その結果、三男の頼元が綱紀の養子となり、紀州藩四代藩主の座につきました。弟が義理の子供というと妙な感じがしますが、当時はお家断絶を防ぐためによくやる手法でした。この時点で吉宗は長男と次男がいなくなったため継承権が2位まで上がりました。ただしそれでも三男の頼元がいたため紀州藩の藩主にはなれませんでした。そして頼元もまた26歳という若さで亡くなってしまいました。しかも藩主を継いでからたった3ヶ月後のことでした。さらに同年のうちに父光貞も病死したため、22歳で紀州家を相続し藩主に就任しました。藩主に就任する際、綱吉から偏気を賜り徳川吉宗と改名します。これで晴れて紀州藩主の徳川吉宗が誕生します。四男であり、母の家の価格も低かったため、とても紀州徳川家を継げる地位ではなかった吉宗が、ライバルである兄が次々と亡くなったため紀州徳川家を継ぐことができました。1710年4月にお国入りした吉宗は藩政改革に着手します。藩政機構を簡素化し質素倹約を徹底して、
財政再建を図りました。着る服も絹の服から木綿の服に変更し、質素倹約を率先しました。二人の兄と父の葬儀費用や幕府から借用していた10万両の返済、家臣の給料、藩札の停止、藩内各地で甚大な被害を発生させていた災害である1707年宝永地震、津波の復旧費などで悪化していた藩財政の再建に手腕を発揮します。また、和歌山城大手門前に訴訟箱を設置して直接訴願を募り、文武の奨励や高校への褒章など風紀改革にも努めました。特に大手門前の訴訟箱は後の目安箱につながっていくことになりました。次々に亡くなる徳川将軍、最大のライバルも急死、不可解な事件が続く。吉宗が藩主になって4年後に綱吉が亡くなり、6代将軍徳川家宣も就任から3年で死去します。さすがに綱吉は高齢であったため病死と考えるのが妥当でしょう。しかし家宣は将軍就任後わずか3年で亡くなってしまいます。家宣は慈悲深い人物と知られており、徳川実記では人事の心ありと評されています。しかしそんな家宣の治世もわずか3年で終わってしまいます。さらに7代徳川家継は将来病弱だったためたったの6歳で亡くなってしまいました。家継に関しては生前から後継者問題が持ち上がり、次代を誰にするかという話が幕府内でされていました。その時に血の近い順ということで吉宗も候補に入っていました。しかし後継者候補の筆頭は吉宗ではなく尾張の徳川義道でした。ところが徳川義道も若いにもかかわらず突然開始してしまいます。名君と名高い徳川義道の突然の死、健康であったはずが。徳川義道は武術、儒学、国学、神道を治め、剣術では尾張柳生新影流旧姓を継承しました。内政面でも森林を保護するために伐採を禁じる長寿木制度を設け、木曽の林政の改革に挑むなど、徳川義道は名君として評価が高かった人物でした。そんな文武両道の優れた義道ですが、食後急に吐血して悶死するという異常な死に方をしてしまいました。しかも医師が禁止していながら全く看病しなかったとも言われ、当時からその死因を不審がる者も多かったと言われています。なお義道の子の五郎太も義道の開始から2ヶ月後に死去したため、尾張徳川家の政党は将軍家に先立って耐えるということになりました。このように吉宗が将軍に就くまでにあまりにも不審な死が続いていきます。鬼は番衆は暗殺も担っていた特殊部隊だった。鬼は番は江戸時代の第8代将軍徳川吉宗が設けた幕府の役職です。鬼は番という名前にも理由があります。ストレートに隠密だとわかる役職名をつけてしまっては隠密の意味が全くありません。そこで表向きには江戸城の庭の掃除や管理、見回りなどの仕事をする集団ということで鬼は番と命名されたのです。この部隊は吉宗の将軍就任後に作られた部隊ですが、構成メンバーの多くは吉宗が紀州藩の藩主であった時代から仕えているメンバーでした。鬼は番の前身は
吉宗が将軍就任前に藩主を務めていた紀州藩お抱えの薬米役と呼ばれる役人たちでした。薬米役は奥向きの警備を表向きの職務とし、その裏で吉宗の命を受けて情報収集を行っていたとされています。吉宗が将軍に就任した時、薬米役のうち十数人の者たちが吉宗に随行して江戸に移り、幕臣に編入されてお庭番となりました。紀州藩の薬米役は全体で数十人おり、その中から幕臣に編入されたのは精鋭の十数人と言われています。この精鋭の十数人を使って吉宗は暗殺しているのではないかと当時より黒い噂がささやかれていました。薬米役の十数人は吉宗から命を受け、重要人物の暗殺を担っていたからこそ紀州藩にとどめ置かれず、吉宗の目が届く江戸でお庭番衆として雇われることになったのです。また暗殺によって権力を握ったという説には、吉宗が真犯人ではなく母親である浄円院や吉宗派の家臣が真犯人であるという説も存在しています。紀州藩の大奥で湯戸の番をしていた浄円院に藩主光貞が手をつけたと言われており、その後側室となりました。1684年に光貞との間に四男源六、後の吉宗を出産します。しかし浄円院の身分が低かったためか、源六は幼年期には家老加納正直の下で育てられていました。その後源六は吉宗と名を改め、1705年に光貞や兄二人が没した後に紀州藩主となり、浄円院は藩主の聖母となります。1716年に吉宗が将軍に就任すると、将軍聖母を紀州に院政させておくわけにもいかず、1718年に和歌山城から江戸城に移りました。このように湯戸の番から将軍の聖母となる異例の大出世を果たしたのが吉宗の母浄円院なのです。だからこそ浄円院が真犯人であるという説が生まれたのでしょう。将軍吉宗の改革は農民にとって厳しいものだった。吉宗の行った政策は幕府の財政を立て直す一方で、年貢を五公五民にする増税政策などにより農民の生活を苦しくするものでした。結果として百姓一揆の頻発を招きました。また幕府だけでなく庶民にまで倹約を強いたため、経済や文化は停滞してしまいました。庶民にとって苦しい政策を行った吉宗に対する反発として、暗殺によって将軍位を簒奪した天下の大悪党という説が庶民の間でも噂されていたのかもしれません。今回のエピソードはいかがでしたか？面白かったと思う方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また、今回のエピソードの感想をコメント欄に書いていただけると励みになります。